明君、<上>田畑君。<laughs> はい、ありがとうございます。自民党の田畑弘明でございます。えー、今日の質問の機会をいただきまして、理事各位、また委員の皆さんにも御礼を申し上げたいと思います。えー、大臣初任ということでありまして、えー、いろいろあの多岐にわたり、私自身も取り組んでいること、えー、また国民の皆さんの声をですね、反映をして質疑をさせていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。えー、特に宮越大臣はあのふるさとの先輩でもありまして、えー、いろいろこれまでもご指導をいただいておりますが、えー、今日はあの気持ちももちろん厳しくあの質問をさせていただきたいと思いますので。<laughs> あのよろしくお願い申し上げます。 それでは1問目でありますが、今、障害者雇用のことについてちょっと触れたいと思います。今国会に提出され、現在です、ね、衆議院の厚生労働委員会採決をされ、本会議での採決を控えているところでありますが、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案におきまして、特に公務部門の対象障害者のです、ね、不適切な形状の発覚によりまして、法定雇用率未達成が露見をしたところであります。 国の行政機関は率先をして障害者を雇用する立場にありながらのこの実態は許されるものではありません。宮越大大臣臣は国家公務員制度改革担当大臣 また政府の障害者施策推進本部の副本部長もお務,めとお務めたというふうにあの認識をしております。障害者の活躍の場の拡大に向けまして、えー、就労移行支援機関ですとか、特別支援学校、障害者職業能力開発校などとの連携にです、ね、しっかり力を入れていただきたいと思いますし、希望する障害者の求職者の方々の円滑な就労定着につなげていただきたいというふうに思います。 また、すでに公務部門ですでに働いていらっしゃる非常勤の職員の方々への正規職員へのステップアップの枠組み作りにも積極的に取り組んでいただきたいというふうに思います。そこで、まあ、消費者庁における障害者雇用についてお聞きをしたいというふうに思います。 まあ政府の取り決めでは、昨年度末、この3月まで、また今年度末まで入れると、消費者庁においては計7名の障害者の方々の採用予定計画というふうに承知をしているところであります。そこで、まず消費者庁におけます障害者の働きやすい職場づくりですとか、人事管理について、どのように行われているのか、またこの問題発覚以降、どう改善されたのか、大臣にお伺いをしたいと思います。宮越国務大臣 国の行政機関は民間の事業主に対し率先して障害者を雇用すべき立場にありながらその責任を果たしていなかったことは誠に遺憾であると考えておりますで消費者庁では障害者選考試験等を活用した採用を進めておりまして本年5月1日現在では8.5名の方を雇用しておりますでまた現行の障害者採用計画において本年末までに新たに4名を採用し 合計で12.5名の方を雇用する予定としております障害者の雇用に際しては障害特性等に配慮しつつその能力を生かして活躍す,することができるようフレックスタイムやテレワークの活用を柔軟化するなど就業時間に関する規定の見直しを行ったほか人事担当部局の職員が面談を行うなど障害者の働きやすい職場作りに努めているところであります で私といたしましても、本年4月1日に開催された消費者庁の入庁式におきまして、障害者選考試験の採用者に対して、直接激励をさせていただいたところでありまして、これまでの社会人経験等も踏まえ、消費者庁において今後の活躍を大いに期待しているところであります。以上であります田畑君 はい、ありがとうございます。まあ、国の公務部門におけるですね、障害者雇用、えー、これからもこれはしっかり行っていかなければならない。特に消費者庁においても、えー、そうした皆さん方がしっかり生き生きとですね、活躍できる職場環境づくり、え取り組んでいただくことを改めて念押しをさせていただきたいと思います。それではの大臣所信につきまして質問に入らせていただきたいと思います。えー、今月は消費者月間であります。 本年は s d d s の理念の下、共に築こう豊かな消費社会、誰一人取り残さない2019というものがテーマであるふうにお聞きをしているところであります。消費者団体、事業者団体、また行政等が一体となって、消費者問題に関する教育ですとか、啓発等の事業を全国で集中的に今月は行っていくというふうにもお聞きをしているところであります。宮越大臣は所信の中におきまして、まず冒頭にですね、 就任以来、現場第一主義を信条として、最前線で実務を担う消費生活相談員や、地方公共団体の消費者行政部局の方々と意見交換を続けてきた、また中略でありますが、きめ細やかな消費者行政を推進する必要があるというふうに考えている、特に本年は消費者庁および消費者委員会設立10周年を迎える節目の,節目の年である。 10年目にふさわしい組織として、その機能をしっかり果たせるよう、全力を尽くす旨を述べられたところであります。そこで、消費者庁設立10周年にふさわしい組織という発言がありますが、そのふさわしい組織とはどのような組織なんでしょうか、見解をお聞かせいただきたいと思いまいやこし国務大臣。消費者庁設置からの10年弱で、各種法律の整備や、 地方の消費者行政の強化など一定の成果が上がったものと認識をしております。で私が考える10年目にふさわしい組織とは、まず内容面では、架空請求といった従来からの課題に加えて、越境取引など取引形態の複雑化といった新しい課題の双方に柔軟かつ的確に対応できる組織であること。でまた2番目として体制面では 霞が関や地方公共団体の中でも、消費者庁が存在感をしっかりと示すことができる組織である、そういうふうに考えております。で消費者庁がこのような組織として機能するよう、担当大臣として引き続きリ,リーダーシップを発揮して、消費者行政の充実にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。田畑君 はいいありがとうございますあの特に大臣はあの、匿名の受けられている任務ですね、非常に多くて、えー、非常に多忙だと思いますが、えー、頻繁に消費者庁のご自身のデ,ィス,デスクというか、ですねお部屋にも足を運んで、直接陣頭指揮を取っていらっしゃるというふうにもお聞きをしております、ぜひ今おっしゃられたとおり、柔軟かつまあ存在感のある組織としてのですね力を発揮をしていただくことを期待をしたいというふうに思います。 それでまあ大臣は常々現場大一主義ということを指針にされているというのは、私も承知をしているところでありますが、お手元の資料、丸二を皆さんもご覧をいただきたいと思いますが、ちょうどこれは大臣の肝入りなんだと思いますが、消費者行政の地方のですね強化のためのキャラバンをですね1月から精力的に行われたというふうにお聞きをしております。特に三点ですね消費生活活センターののの的な配置のこと社会への扉を活用 した高校生へのですね消費者教育の実施であったりですとか、いわゆる見守りネットワークの設置についての意見交換を中心に、また消費生活相談員の皆さんとの意見交換もされたというふうにお聞きをしているところであります。まあ調業省のこの消費者対策に関わるま予算もですね、まもちろん厳しい中でそれぞれ自治体工夫をしながら展開をされているというふうにお聞きをするところでありますが、まこうして現場に行かれるということ、激励を。 そしてまた、自ら政務の皆さん方が率先垂範されるということは、大変の立派なことであり、そのことで吸い上げた意見ですとか、感じたことはです、ね、当然また政策ですとか、また予算に反映をしていただきたいなというふうに思います。 この一覧表を見ますと、大臣も自ら2か所です、ね、この香川県、長野県にも行かれ、佐藤副大臣、また安藤政務官においても、それぞれ1箇所ずつ回られたというふうにお聞きをしているところであります。えーまあ、せっかくですから、それぞれ、えー、訪問された後のです、ね、所感的なことについてです、ね、お聞きをしたいというふうに思います、えー。これはまず佐藤副大臣からお聞きをしたいと思いますので、お聞かせいただきたいと思います。佐藤副大臣委員長 えー、消費者の行政というのはやっぱり現場ということでございますそういう認識のもとで、えー、地域を回りましたキャラバンでは私は2月の2日に、えー、三重県を訪問させていただきました鈴木、えー、A.K. 三重県知事との面,面会そして、えー、消費者生活センター視察および県職員との意見交換 を行ってまいりました。感想といたしましては、あの現場の方は非常に熱心に取り組まれておりて、知事も含めて消費者行政の充実に向けて、でお互いの理解が深められたことは大変有意義だったとこのように思っております。またあの県消費者生活センターの視察では、普及啓発のためのビデオやパンフレット等の分かりやすい教材があ充実しており、有効な情報提供が行われていると実感をして。 ただ一方ではキャラバンの中でいくつかの課題も抽出をできたと考えております一例を申し上げますと知事に要請を行った事項の一つである消費生活センターの全県的配置についてはです、ね、主に小規模市町村等においては財政的な課題もあることから設置が進んでいないという状況もお聞きをしました。 このため、広域連携も活用して、取り組みを進めていただけるようお願いさせていただいたところでございます。一方では、知事からは、県も厳しい財政状況であることから、交付金の継続的な確保や、工夫を依頼されるなど、双方でのコミュニケーションが深まったと感じております。今後はキャラバンで得らられた成果を踏まえながら 地方消費者行政が充実していくように引き続き努めてまいりたいと思っております田畑君はい、ありがとうございますそれでは引き続き安藤政務官お願いいたします、はい、安藤政務官お答えいたします私は3月の5日に東京都訪問させていただきましたキャラバンでは猪熊東京都副知事との面会 消費者生活センター、視察及び東京都職員との意見交換会を行いました。感想としては、東京都は最も規模の大きな地方公共団体ということになりますが、消費者要請に関しても、充実した取り組みを行ってくださっているという感想を持ちました。まあ、一方で、キャラバンの中で課題も見えてきたところがございます。一例を申し上げますとですね、 副知事に要請を行った事項の一つである、消費者安全確保地域協議会、いわゆる見守りネットワークの設置促進については、東京都でも設置が十分に進んでおらず、 法廷の協議会設置のメリットが分かりにくい、あるいは福祉との実質的な連携の方法が分かりにくいなどの課題が挙げられました、まあ、こうした声をお聞きできたことは、大変大きな収穫であったと考えておりますし、国の施策にこれから生かしていくことが重要と考えております田畑君。 副大臣、政務官からもご答弁,が答弁がありましたので、私からは総括的な感想として申し上げたいと思います。で消費者庁は地方私文部局を持たない組織であることから、地方公共団体と密にコミュニケーションを図ることが重要であると考えております。このキャラバンは、あ消費者庁設立以来、初めて集中的にすべての都道府県を訪問をいたしました。 これにより、国、地方公共団体間で顔の見える関係が構築をされ、コミュニケーションの進化を図ることができたことは、非常に大きな成果の一つであったと考えております。私が訪問いたしました香川県、長野県でも、県が抱える事情は異なるものの、少なくとも知事には、消費者行政の推進が、県政上も重要政策の一つであるということについて、ご理解いただけたのではないかと。 考えておりますでまたあー、各知事の方からはです、ね、市町村における消費生活相談窓口の設置などについても、前向きにこの取り組んでいく旨のお,お話があったということであります、ただ、まあ、その現実には、えー、センターの設置、あるいは見守りネットワークの設立に向けて、取り組むべき課題が多いということも事実であります。 消費生活相談の現場である市町村レベルでの具体的な動きを商用する観点からも、消費者庁として引き続き都道府県と連携したさらなる取り組みについて検討していきたいというふうに考えております。田畑君 ありがとうございます大臣先頭に、これ審議官、消費者庁の幹部の皆さんもです、ね、手分けをされたということですから、まあ、職員の皆さん方も非常に、まあ、いい意味で刺激になり、まさに大臣に言われるように、顔の見える形でのです、ね、業務遂行にもこれからより加速がされるんではないかと思いますので、期待をしたいと思いますが、まあ、それぞれ課題も述べていただいたとおり、いわゆる消費者庁側から、このようなセンターですとか、また見守り ネットワークの構築をまあ依頼はするが、もちろん人的なこと、またさまざまなご事情があるというのもあのつまびらかになってきたのではなかろうかなというふうに思います。えー、一つ、見回りネットワークのことについてえお聞きをしたいというふうに思いますが、これ、富山県もまだ未設置であろうかというふうに認識をしているところでありますが、ああもちろんあのいろんなご事情があるということは繰り返しお聞きをしたところでありますが、この設置についてですね、まずえ未設置のところを含めて、消費者庁 としてどのように取り組んでいるのか、えー、参考人からお聞きをしたいというふうに思います高島審議官答え申し上げますあの平成28年4月から施行された消費者安全法におきまして消費者安全確保地域協議会いわゆる見守りネットワークが定められておりますけれども 本年4月末日の時点で、この地域協議会が設置済みというご報告があった地方公共団体は217ということになってございます。あの平成27年にはです、ね、この見,、ま、見守りネットワークの設立運営に関するガイドラインも公表いたしておりますし、地方公共団体向けの説明会も行っております。またあの先行事事例例のの設置事例集の公表と 一体のことも行いまして地方公共団体の理解促進に努めてきたところでございます今大臣副大臣政務官からご答弁ありましたキャラバンでございますけれどもキャラバンにおきましても見守りネットワークの設置促進にあたってですね、先方から 法廷の協議会設置にどういうメリットがあるかといったようなことですとか、今までどんな事例があるかといったようなことを教えてほしいというようなご要望もいただいたところでございます。あのこれを受けてです、ね、私ども事務的にこの見守りネットワークの設置の手引きといったようなものも作成、公表をいたしているところでありまして、あの引き続きこの見守りネットワークの設置がどんどん進んでまいりますように、働きをかけてまいりたいと考えておりがとうございます。 もちろんです、ね、あの横展開をしっかりやっていくということ、これは個じれをしっかり兼務できるように取り組んでいただきたいと思いますが、これはの消費者庁だけの取り組みだけでなくてです、ね、これはのご答弁にも触れられましたが、見守りのまあ構成員としてです、ね、福祉関係団体の方々の協力というのも当然大事になるわけであります。えー、まあ福祉の分野ではそういったネットワークも、まあ ほぼ作られているというか、ですね網の目はあるような気もするわけでありますし、きょうは厚労省の専務官にも聞きお,あのお越しをいただいておりますが、まさにあの地域共生社会の実現といった事柄ですね、これはもうまさに、えー、見守りネットワークと類似のことでなかろうかなというふうに思うわけでありますが、まあ、いろいろ象徴ごとにですねこれ作りなさい、あれ作りなさいといって、まあ、実態は同じようなメンバーの方々が同じにないを行うというのは、まあ、いろんな分野でも重複が指摘をされるところでありますが、この見守りネットワーク ワークの消費者庁としての取り組みについて、厚労省自身はですね、どう協力連携体制をしていらっしゃるのか、またどのように考えているのかお聞きをしたいと思います。新谷厚生労働大臣政務官、お答え申し上げます。まあ多田委員におかれましては、日頃より福祉の向上にお取り組みいただきまして誠にありがとうございます。まあご指摘の高齢者の見守りネットワークと福祉を中心としたネットワークこの連携につきましては。 高齢者者ののの消費者被害防止の観点から大変重要でであるるととそのように認識をしておるところでございます厚労省におきましては、平成27年に各都道府県に通知を発出をしまして、高齢者の消費者被害への対応としまして、高齢者の見守りネットワーク等の既存のネットワークも有効活用し、対応できる関係部署、機関の連携体制の構築に努めるよう依頼をしてきたところでございます。 この通知の中で引用しているセルフネグレクトや消費者被害等の犯罪被害と認知症との関連に関する調査研究事業、この事業の報告書の中では、例えば香川県三豊市において、高齢者虐待防止ネットワークを活用して、高齢者の消費者被害に関する対応方針を検討する事例、こういった事例や、大阪府和泉市において、消費生活センター包括、地域包括支援センター、 社会会福祉協議会等が連携ををしてて消費者被害対応に取り組む事例を挙げいいるところでございます厚労省におきましては、こうした事例の紹介や、自治体への注意喚起等を通じて、引き続き高齢者の消費者被害防止に積極的に協力してまいりたいと、そのように考えております田畑君。ありがとうございます。まあ、えってして、現場の特に基礎自治体においてです、ねえー、見守りネットワークはどちらかというと、いわゆる市民部といわれる。 セクションがです、ね、主に構築の中心になるんではなかろうかと思いますし、まあ、一方、今おっしゃった地域共生社会の分野は、そうした市民部の分野といわゆる基礎自治体の福祉の分野がです、ね、構築の主な担い手ということになるんだと思いますが、まあ、繰り返しになりますが、やっぱり縦割りをしっかり排除をしながら、限られた人的な資源でも地域によっては限られる部分もあると思いますので、そうしたことの横口を刺しながら、連携といったようなことは、しっかり受け止めてですね、取り組んでいく。 組んでいただきたいことを改めて念押しをさせていただきたいというふうに思いますまたですね、初心の中でサステナブル経営といったようなことも大臣お触れになっていらっしゃるところであります 消費者志向経営ということをサスティナブル経営というふうに命名をして、より事業者の方々についても、兼も啓発をしていこうというふうに理解をしているところでありますが、消費者をより重視をした経営を事業者が行うということ、これは従業員のモチベーションの向上ですとか、働き方改革にも通じる取り組みでなかろうかというふうに思いますし、社会的にも大変重要であろうかというふうに思います。 これは特に今オフィス、いわゆるサテライトオフィスというか、徳島県においてはです、ね、その申請をされる企業、非常に増えているというふうにお聞きをしているところでありますが、徳島県における企業が少子化施行、自主宣言ですか、こうしたことを行っているというふうにお聞きをしているところでありますが、ここでいうサスティナブル経営、こうしたことが広がることによって、社会的にどのような、 影響を与えることができるというふうにお考えになっていらっしゃるのか、えー、参考人にお聞きをしたいと思います高島審議官お答え申し上げます、えー、ただいまのご質問いただきました消費者志向経営でございますけれども消費者庁ではサステナブル経営という愛称を活用いたしますとと,ともに、えー、事業者団体消費者団体と連携をして、えー、事業者の消費者志向実践宣言フォローアップ活動への参加を呼びかけているところでございます 本年の3月末の時点で、101の事業者にご参加をいただいているところでございます。この取り組みを進めることによりまして、事業者においては、中長期的な金融価値の向上や、従業員のモチベーションの向上が図られるというふうに思っておりますし、消費者ニーズの商品、商品やサービスへの反映、これによりまして、消費者の満足や信頼にもつながるというふうに考えております。消費者のの普及は健全な市場の形成や 経済の好循環の実現といった効果もあると思っておりますので、SDGs の達成にもするものである、このように認識をしているところでございます。また、平成28年からは、消費者団体や事業者団体と私どもで、消費者志向経営を推進するための組織も立ち上げて推進しておりますし、また昨年度からは新たに優れた取り組みを表彰する、消費者志向優良事例表彰と。 いったようなものも取り組みを進んでいるところでございます。今後ともさまざまな事業者がこの取り組みに参加いただけるように積極的に取り組んでまいりたいと考えております。田畑君。 はい、ありがとうございます、まあ、あの今、101社ということでありますがあの、いろいろ名簿も見せていただければ、えー、大手企業を中心に、まあ、宣言をなさっていらっしゃるということ、まあ、徳島においてはえ、地場企業の方々が非常に多いふうにお聞きをしているところでありますので、えー、このうねりというかです、ね、運動が広がることをあの期待をしたいなというふうに思います。 で今徳島県庁内にですね設置されている新未来創造オフィスについて一点だけちょっとお聞きをしたいというふうに思います。まあ、来月この委員会の理事中心に視察に行くというふうにもお聞きをしておりますので、えー、私も予備知識を含めながら、えー、視察にしっかり参加したいなというふうにも思っているところであります。このオフィス政策の分析研究実証実験等のプロジェクトを集中的に実施をしているというふうにお聞きをしております。まあ、今年度を目途に検証また機能業務の見直しの 結論を得るというここととになっていいるところであります、えー、いくつかの取り組みがあるわけでありますが、えー、その中で、えー、働き方改革ですね、このオフィスは一つ、働き方改革というのを中心に掲げているというふうにお聞きをしておりますが、えー、実際の取り組みであったりですとか、えー、挙げられた成果ですね、実際のこの東京の消費者庁の本省の中においても、まあ、どのようなう影響等が、えー、生じているのか、参考人に,にお聞きをしたいと思います。でですか、ね、副大臣ですかかねね大臣 ごめんなさい。副大臣じゃあちょっとお聞きをしたいと思います。佐藤副大臣。委員長。あの先生のご指摘の通り、あの消費者庁では、え徳島県に開設した消費者行政新未来創造オフィスを働き方改革の拠点としても位置づけ取り組みを進めているところでございます。まあ具体的には、あ出務室のフリーアドレス化、会議室の会議等のペーパーレス化ののほか。 会議による会議時間等の短縮、積極的な休暇の取得、テレワークの促進等を実施し、業務を効率化して、超過勤務を縮減するといった成果を挙げています。なお、これらの取り組みが認められ、消費者行政新未来創造オフィス担当室が平成30年度、ワークライフバランス 職場表表彰彰の内閣人事局長をを受賞をしたところでございますまた、東京の本庁においてもです、ね、働き方改革の取り組みを積極的に取り入れています。例えば、昨年度から無線ンを導入し、職員の行政末端を執務室から持ち出して利用することを可能としたことで、 テレワークや会議のペーパーレス化の促進に寄与しています。さらに本庁でも多、多市会議を導入するか、あこれは消費者制度化なんですが、が見られるなど、徳島の取り組みが、東京での働き方改革にも良い影響を与えているものと考えております。引き続きき続、えー、オフィスにおける働き方改改革革のの成果をを踏まえ職員全体の意識改革等を行いつつ消費者 全体の働き方改革を進めてまいりたいと思います。田畑君 はい、ありがとうございます、えー、着席せずに立ったまま会議をするというお話ですよね、その先ほどの表現はですね、はいあのー、これ、徳島県庁にもひょっとしたらいい影響があるんではなかろうかと思いますし、働いている方々が力を発揮できるようなです、ね、職場環境づくりに寄与することを期待をしたいと思いますし、まあ、改めて来月、しっかり我々も視察もさせていただきながら、現地の方との意見交換、望んでいきたいなというふうに思います、えー。ちょっと時間の関係で少し入れ替えますが 今日まあ委員会。 後半最後にです、ね、委員長の提案によって、食品ロスの,あの法律の基礎、えー、が行われるところであります。えー、これものこの分野は非常に、えー、いろんな省庁横断的に消費者に対する食品ロスの意識、啓蒙、教育的なことをです、ね、これしっかりやっていかなければいけないということでありますので、えー、これまで超党派の方々を含めてです、ね、立案された方々にも敬意を申し上げさせていただきたいというふうに思います。が 運動というのをですねご存じであろうかと思います。これはの松本長野県松本市の取り組みが全国に波及をしていったというふうにお聞きをしているわけでありまして、宴会等での乾杯後30分間、また終了前の10分間は、離席せずに旅残しはなくしましょうという趣旨の運動であろうかというふうに思います。そこであの大臣、301号運動はご存じでしょうか。 多くの方は知らない方、多いと思いますので、301号運動というのは、食べきり301号、使いきり301号の2種類の運動から構成をされております、富山県の最高峰の立山連峰の標高が3015メートルにちなんだ運動でありまして、富山県が旗を振っており、富山県民は誰もが知っているわけでありますが、多くの皆さんは初めてだというふうに思いますが、 乾杯後30分、またお開き前のここは富山は15分間ですね、あのしっかり着席をして料理を楽しもうということ、はい、また使い切り301号というのは、毎月30日と15日の2日間は、 自宅の冷蔵庫の中身をしっかり点検をして、期限が近いものは使い切りましょうという趣旨の運動ということでありまして、一定のまれわからすれば3015というのは非常にえ覚えやすい数字で、すっとあの入ってくるなというふうに考えているところでございます、まあ、そこで,でありますが、食品ロスの削減の有用性というのは、ここで語るまでもないわけでありますが、生産者ですとか事業者、消費者の方々の連携をしっかり図ることが何よりも重要です。 重要であります、えー、そこでまあ宮越大臣は、これまでの政治キャリアも踏まえれば、大変農水のエキスパートとしても、生産者の現場の状況であったりとか、まさに輸入・輸出の状況についても、精通をされているわけでありまして、このようなやっぱり食品ロスの取り組み、これは消費者への大変な啓蒙・啓発もそうでありますが、ひっくりめてですね、 宮越大臣がリーダーシップを取っていくということは、非常に私は適任でもなかろうかと思いますし、大変その思いはお強いんではなかろうかというふうに思いますが、まあ、消費者行政におけるです、ね、まあ、まずは食品ロスの削減に向けたと申しますか、大臣の意気込みというかです、ね、思い入れをです、ね、ぜひお聞かせをいただきたいと思います宮越国務大臣。あの私も中学生のときに、館山の頂上、3015メートル登ったことがありますので、 富山県民なら、3010というよりは3015といった方が、心に響きやすいのかなというふうに思っております。まあ、あの我が国で発生している食品ロスは、依然として年間600万トンを超える状況にありまして、生産、流通、消費のそれぞれの段階で生じているために、その削減に向けましては、委員のご指摘のとおり、生産者、事業者、消費者の有機的な連携が必要であると考えております。 食品ロス削減に向けまして政府としては国会におけるさまざまなご議論を踏まえ製造から販売の過程で生じるこの食品ロス削減に向けた召喚集の見直しまあいわゆる3分の1ルールの見直し食べ物を無駄にしないもったいないという意識を高める消費者教育の充実3010運動や301号運動など関係業界や消費者団体等を巻き込み 横断的にそしてて実ああるるる取りり組みを推進すす必要があると考えておりますこの点、食員度削減につきましては、社会的関心も高くなってきておりまして、SDGs 目標や、2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会など、国内的にも、あるいは国際的にも大きなモメンタムを控え、まさに今こそ、取り組みをさらに強化していく必要があると考えております。 食品の削減に関するできるだけ多くのアクターによる積極的な取り組みが行われるよう、担当大臣として一層、気を引き締めて、職務に邁進していきたいというふうに考えております田端君。はいえーまあ、もちろん担当大臣としての,あの答弁ということであろうかと思いますが、もちろん、一政治家としても、えー、農水含めたです、ね、そうした分野を横断的にです、ねえー、機能するように力を発揮をしていただきたいことをご期待申し上げたいと思います。 えまあ関連してでありますが、今日あの経産省の方にもお聞きをしたいというふうに思います。まあ、俗に言う過剰なサービス競争ですとか、小観光が、フードロスに生じるコストであったりですとか、企業の生産性ですとか、労働者の賃金ですとか、小売の関係にも当然、連動ですとか、さまざ、あ、まな影響を与え合っているのではなかろうかというふうに思います。まあ、その中でで小売業におけますです、ね、過剰なサービス競争ですとか小観光が 小売業の生産性ですとか、小売価格に悪影響を与えているんではなかろうかと私は思うわけでありますが、経産省の受け止めと申しますか、分析やまたそれに対する取り組みをです、ね、お聞きをしたいと思います島田審議官委員ご指摘の、おまあ、過剰なサービス競争、あるいは過剰な償還行。 一体のようなのもの、そういったものが現に世の中、存在していることは事実であると認識をしてございます、こういったもの、小売業におけるサービス競争、あるいは小観光への対応については、基本的には各社が自主的に取り組んでいるところではございますけれども、経産省といたしましても、サプライチェーン全体でしっかりと対応すべきであると。 というふうな課題につきましては、改善のためにさまざまな取り組みを現在進めているところでございます。例えば、消費財のサプライチェーンのメーカーさん、あるいは卸、小売業者で構成をされる、製廃藩の連携協議会というものがございます。こういったところと協力いたしまして、先ほど大臣からもご指摘ございました3分の1ルール、賞味期限のうちの3分の1が経過した場合には、もう納品をしないというふうなルールにつきましても、一部を緩和をすると。 いうことで少しずつ今業界内でも広がりが出てきているところでございます。その他賞味期限はこれまで年月日まで細かく表示しておりましたが、それを年月月単位での表示というふうなことに改めると、これも一定の効果が出てきているものではないかなと考えてございます。こういったことも進みつつございます。さらにはこういった取り組みをしっかりと進めていただいている企業さんへの表彰。 いったよことも経済産業省においてやらせていただいているところでございますまあ、こういったことを通じまして政廃藩の各事業者と関係省庁などと連携をしながら小売業における競争環境の整備を進めてまいりたいと考えてございます田畑君 ありがとうございますあの併せてです、ね、これはやっぱり労働者の賃金であります、えー、我々もしっかり労働者の方々の賃金を下支えをし、もちろん賃上げを働いた分がしっかりまた報酬として受け取ることができる、これは当然のことで、整えていかなければいけないというふうに思っているところでありますが、えー、厚労省としてです、ね、このようなまあ過剰なサービスというかです、ね、小慣行が労働者の賃金にはです、ねまあ、どのような影響を与えているというふうな認識ですとか、分析をしているのか、お聞きをしたいと思います。 吉田総合審議官お答え申し上げます、えー、賞味期限より大幅に、大幅に前に、えー、納品期限を設定すると言いました、まあ、小売業における過剰なサービス競争や小刊行の在り方というものを、えー、お伺いするところでございますけれども、こういったものが、えー、企業の経営状況や、 生産性を通じまして、働く方々の賃金にさまざまな形で影響を与えているのではないかというふうに考えられるといことでございます。しかしながら、その影響を正確に把握することが難しいという面もございまして、残念ながら厚生労働省としては、これまでお示しする形で分析はできていないということでございます。しかしながら厚生労働省といたしましては、現在過去最高の企業収益を継続的な賃上げにつなげまして、 経済の好循環を確実にしていくこととが重要だというふうに考えておりますこういった観点から、生産性向上による賃金引き上げに向けました、働き方改革推進支援センターにおける専門家によるワンストップ型の相談支援、生産性向上に向けた設備投資やコンサルティングなどの費用助成、小売業も含めまして、介護、飲食、宿泊、医療、保育などの分野での ICT の利活用や業務改善の促進などの支援を進めているところでございます。 引き続き厚生労働省といたしましても、関係省庁と連,絡連携しつつ、委員のご指摘の点につきましても、問題意識を持ってしっかりと対応してまいりたいというふうに考えております。田畑君 はい、あ,のありがとうございますあの答弁も残念でございましたのであの、分析がなされてないことは、やっぱりあの少し冷静に受け止めていただきたいと思いますし、えー、いろんな業界あの、人手不足を含めてです、ね、対策をしなければいけない中で、まあ、あの言うなれば過剰、まあ、その過剰なサービスはなんぞやということも、えー、そこは論点になろうかというふうに思いますが、えー、そうしたことがどう賃金に影響しているかというのは、まあ、一定のです、ね、法則的なこともあるんではなかろうかと思いますので、まあ、課題としてしっかりまた受け止め めていただきたいと思いますし、あの今後もそのことは私もあの注視をしていきたいと思いますから、あのよろしくお願いしたいと思います。それではあの時間も少なくなりましたので、もう一点あの今日は経産省の方にもお越しをいただいていますので、ヘルスケア関係のことについてちょっとご質問したいというふうに思います。 まあ今政府を挙げてですね健康寿命の延伸といったことにかかる政策がまあ進められているところでありますまと、あ、りわけ経産省においてはヘルスケア産業の政策をえ進めているというふうに認識をしております、えー、お手元今日は資料4番4枚 ④⑤ というふうなものを告げさせていただいたところでありますがえ丸 ④ を見ますと健康保持増進に 働きかけるもの患者用支援、要介護者の生活を支援するものに区分けをしながら、いわゆるヘルスケア産業というのは2016年度、2016年では約25兆円規模、2025年には33兆円規模に推移すると推計をされているところであります。 また、丸五にご覧をいただけるように、ヘルスケアサービスというものは、非常に多岐にわたるところでありまして、さらにこれから IoT の進展によって、新たな産業化も広がっていくものでなかろうかなというふうに思います。この中で、当然、国民の方、消費者の方々と密接な事柄ということも非常に含まれているのではなかろうかなというふうに思います。その中で,で、今、ヘルスケアサービスの普及に向けて、このたび、経産省においては、ヘルスケアサービスガイドライン 等ののりり方とというもがが検討さされれ報告書が示されたと承知をしておりますこのことについてです、ね、どのようなスケジュールで進んでいくことを計画、期待をしているのか、お聞きをしたいと思いますし、併せてこのガイドラインの策定がです、ね、国民生活にどのようなメリットが生まれると考えているのかを併せてお答えをいただきたいと思います。島田審議官 委員ご指摘のヘルスケアサービスにつきましては、これから市場規模が大きくなっていくだろうというふうな認識をしてございます、そのもとに、こうした健康管理、予防に資する保険外のサービスでございますが、そういったものをしっかりと活用、促進していくべく、未来投資会戦略2018におきまして、その品質評価の仕組みについて、業種ごとや業界横断の自主的な認証制度、ガイドライン策定などを促すと。 こういったのことが盛り込まれたところでございますこれを受けまして先ほど委員御指摘のとおりこの4月に経産省でヘルスケアサービスガイドラインとのあり方についての報告を公表させていただきました今後こういった内容につきまして業界団体 あるいはこういったサービスと一般の方をつなげます、例えば医療関係、福祉関係の団体の方々、さらには自治体、こういった方々にこの趣旨をしっかりとこの後周知を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます、そういったことを通じまして、こういったヘルスケアサービスがしっかりと一定の品質が確保された状態で、社会に実装されていくということが非常に大事ではないかと考えてございます。 まあこういった中で、例えば、まあ、法令の遵守をするのは当然でございますけれども、提供するサービスが一定の基準を満たすことを担保できることを目指すべきではないかと考えてございます。さらに、例えばこういったサービスの安全性ですとか、あるいは効果といったようなことに説明につきまして、しっかりとその業界の従業員教育をしっかりとやっていただくということ。 それとともにこういったサービスを利用される場合に例えば空きア,アマネージャーさんですとかあるいはこういったサービスを紹介する雑誌の編集者さんですとかそういった消費者と業界を結びつける仲介的な役割を果たされる方々 こういった方々にもしっかりとこの品質あるいは効果について客観的な指標を理解をしていただいてこういった方々からの信頼も醸成していくというようなことが引いては利用者の方々が安心して利用できるというふうな環境の整備につながっていくのではないかと考えてございますこういったことで最終的には国民の健康寿命が延伸していくとこういったことに貢献していくんではないかと考えてございます 田畑君、はい、あの時間もありまいりしたあの丁寧な答弁、ありがとうございました、あのこれ見ますとです、ね、機能性寝具ですとか、健康機能性衣服等々、まあ、国民生活の消費者の方々に絡むようなことも、えー、明確に示されているところでありまして、消費者庁においてもです、ね、このやっぱりヘルスケアサービス産業部分,分野は日本の成長産業でもあろうかと思いますので、えー、そ,それに生ずるです、ね、これまた負の部分が大きくならないようにです、ね、しっかり対応することをご要望申し上げまして、私の質疑、終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました <拍>次に古谷の